みなさんどうも、ピーマンです。今回は俺と横浜の143日物語実況46回目になりますぞい。今回は前回に続きヤクルト3連戦の2戦目をプレイしていこう。ここまでこのカードは1戦プレイしてきて無事1戦目勝利することができた。8-0、まさかのヤクルト相手に完封勝ちっていうね。なんかヤクルトを出す激陣がやばいみたいなこと言われてるけど、全然大したことないよね。簡単に抑えたもんね。じゃあ今日も勝つよね。負けるってことはありえないよねってことですよね。つまりはそういうことですよ。オッケー、今日もボコボコにしていきましょう。今回の実況ではね、ようやく、このね、前回も言いましたけど、日ハムとトレードして、山口とね、トレードしてやってきた中島がですね、怪我から復帰し、まあ、違和感持ちではあるんですけどね、復帰して試合に出場できるようだったので、今回は中島デビュー戦ですよ。ぜひね、この横浜スタメンで使っていきたいと思います。石川ここまで絶好調でしたが、まあ、ちょっと今日はスタメン外してですね、これまあ石川と中島のスタメン争いが今から始まるからね、成績によっちゃ中島を2軍に送ることもあるし、石川2軍に送ることもあるし、どっちか、もしくは別の選手がこのスタメンを取るかもしれないからね。ただ、あのね、今グリエルなんだよね。問題グリエルが戻ってきたら多分どっちも使わなくなるんだよね。グリエルがちょっと全治33日の怪我しててですね、あと21日くらい使えないので、どうなんだろうね。まあ、どっちだろう。もしかしたら中島がレギュラー取るかもしれない。今日の中島のね、打順はどうしようかな。まあ、今日8番で OK だな。怪我違和感持ちなんで本来の能力発揮できないので、今日はこの打順で使って、そして今回この中島を使ってですね、私今やっていきたいと思いますので、頼むぞ。お前がどのような結果を残してくれるか、お前次第で横浜リーグ優勝。いや、そこまで影響力のある選手じゃないな。うん、気にしないでいいよ。今季の成績はこんな感じだね。打率も低いし、ホームランもない。打点も4打点。悲しいね。盗塁も3つ少なすぎる。横浜かでは頑張ってくれよ。いけるだろ。いけないわけないだろ。じゃあこの選手を使ってやっていこう。イエース!やってきた中島デビュー戦だ。はい、ヤクルトと横浜の差はこれだけあるね。盗塁以外は全部勝ってますからね。そんなチーム負けるわけないよね。前回も勝ったんだから、今回も。はい、勝っていくよね。もうほんと梶谷くん何してんの、いきなり。やめてあげてよ、ほんと。ヤクルトかわいそうでしょ。また負けるよ。また惨めな気持ちにさせちゃうね。でもしゃあない。あんたが弱いからだ。一回に中島の打席が回ってこなかったね。今日の先発は石田くんですから、まあ、先制点をもらったんですからね。抑えないと。はい、山田抑えて、バレンティンも抑えて、あ、フォアボール、畠山も抑えれるよね。はい、大丈夫、素晴らしい。今日はゼロで抑えました。お、来たね。ランナー一塁での状況ですか。はい、これが、まず横浜デビュー。1打席目となりましたね、赤島。頼むぞ。うん。送りバントとかしないからね。しっかりと打っていくよ。はい、初球はボール。ここはゲッツを取るようなピッチングがありそうです、ね、やるわけねえだ、ゲッツなんてやるわけねえよ。はい、やってしまった。有言実行、素晴らしいね。はい、ゲームセット。オーマイガー、やめろ、帰れ。日ハム帰れ。もういいわ。いらねえ。山口返さなくていいから、お前は帰れ、本当に。バカか。怪我した上に、お前1打席目ゲッツってなんだろう。ブーイング半端ないよ。中島指名コールが今流れてると思う、神宮球場で。気持ちの悪い空間だね。何しとんねん、お前。やらかしてしもうと、オーマイガー。最悪だね。よし、ナイス。4回の表。1点じゃ不安だぞ。もっと入れていこう。中島得点圏で待ってこい。カモン。よし、バルディース、ナイス。最低限のバッティング。2点目。ここでゲッツーを打つ。ミネイクも真似しなくていいからね。順に上がってくるのかな。じゃあ次、バルディースが打つのかな。じゃあその次、筒香かな。怖くなってきたね。下から順になんか、なんていうの?呪われていって、感染していってるね。感染病、ゲッツー感染病が今流行ってる。恐ろしいね。次、バルちゃん、絶対ゲッツー打つな。さて、中島2打席目。ここで、見せていこうよ。中島らしいバッティングを。はい、この打球はどうだ?落ちないやー、ダメだー最悪だー。ここで落ちない。ピッチャーが打って中島が凡退する。もう中島立場ない。何し、本当何しに来たんだよってなってると思うよ、今。ギグスタイムリー、素晴らしい4点目。これは今ね、横浜ファン荒れてますわ。あいつ何しに来たのって。山口放出してまで取る選手かってなってるよ。立場完全なくなったもんね。さてどうだ?もう一回来るかな?このイニング来てくれ。やっぱ多く回してほしい。あー来ないか。次の先頭バッターだね。いや、今日も完封で行く?ここまでゼロ。おい、もうヤクルトとかも大したことねえな。どうせあの、雑魚球団で稼い、どうせ巨人とかあの辺で稼いでるだけだね、数字を。現在巨人もドベ下の方ですからね。所詮はこういうね、強豪と当たった時に何もできないっていうのがヤクルトなんだね。はい、来た!よーし、横浜デビュー戦で横浜初ヒットですね。センター前ですよ、素晴らしい。ほんで今季盗塁3回やって3個成功。成功率は
100% だね。素晴らしいよ。盗塁も決めて、あ、決めれないね。残念。決めて欲しかったね。ヒットも打って盗塁も決めたら最高のデビュー戦にはならないんだけどね。もうゲツ打たれとるからね。ゲツ打っちゃったからね、うん。お手本のような。日ハムで習ってきたんだろうね。ゲツの打ち方っていうの。スパイだな、こいつは。横浜を負けさそうとしてるな。もう一回来い。もう一回来い。もう一回来い。9回来るかな、どうだろう。来てほしいんだけどね。ゼロ完封で行く？どうだ、さすが無理か。エレラ踏ん張れ。よし、カラさん踏ん張れ。畠山。あー、満塁で川端。イエース、エレラよく踏ん張った。おめでとう。青イエース。ナイス、筒香もホームラン。今季何号目？ 6 号目くらいかな。さて、中島。再びワンアウトランナー一塁という場面でやってきたぞ。ここでお前は何ができるんだ？打順は8番、中島。もう、ゲッツーは見たくないぞ。ブーイングが半端ないぞ。変化球入りません。ほい、来たー、うわっ、あー、さっきの流れのピッチャーが石からと思ったんだけど、松岡の反応が素晴らしかったね。打球反応丸ですわ、あれは素晴らしいね。さて9回、逃げ切れるか、逃げ切れるよね。逆転はないでしょう。はい、ほんであと1人、あと1人。はい、レッツゴー、2試合連続完封勝ち。長島デビュー戦は 4-1 ですね。特に存在感発揮することなく、むしろマイナスっていうね。ゲッツー、1打席目でゲッツー打った人になっちゃったね。いや、それよりも2試合連続このヤクルト打線に完封勝ち。いや、もうこれセリーグを誇る最強ピッチャー陣に横浜はなっていってるね。うん、素晴らしいと思うよ。これはね、なかなかできることじゃないよ。すごいことだよ。褒めるとこしかないね。長島に限っては存在感なくですね。あ、別にこいつトレードで呼ばなくてよかったなっていうのがね、感想ですけど。まあ、でも一本打てたんでね、7回に。これからほんとこの男の活躍を期待したいと思いますよ。まあ、でもスタメンは誰になるかわかんないけどね。結果を出さないとスタメンにはならないからね。はい、今日の投球内容こんな感じ。石田くんよく投げてくれました。素晴らしいね。ほんでその後投げた中継ぎエレラもよく踏ん張ってくれた。失点しそうになったけどね。うん、気持ちのいい1試合となりました。はい、これで2連勝。いやー、ほんと気持ちいいね。最高ですよ。ほんと、最高以外の言葉が見当たらないから最高なんだけどね。最高ってまさに今の状況のことを言うんじゃないかな。最高最高と何度も言える環境が最高なんですよ。最高すぎても最高ですよ。最高ってこういうことだね。うん、最高最高。最高しか言ってないけどね。はい。オッケー、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。無事勝利することができ、これで2連勝でございますよ。次回の実況では3連戦の3戦目をプレイしていく。3立てなるかなるでしょうね。負けないよ。やっていこう。じゃあ次回の実況もお楽しみに。グッバイ、また会おう。